皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクール、ギター科講師の滝沢でございます。滝沢の楽しい音楽の授業ということで、今回も音楽の話をベラベラベラとさせていただこうかなと思うんですけれども、まあ、いつも通り、なんかこう、小難しい話とか理論的な話が出てきたりとかするわけではないので、本当、肩肘張らずに気軽に楽しんでいただければという感じでしょうか。まあ、この動画をご覧いただいた後に、皆さんがちょっとでも、おギターって面白いなとか、音楽って面白いなとか、なんかそういうふうにこう感じていただけるように、まあ、楽しい話をしようかなと思っておりますので、まあ、よければ楽しんでいただければという感じでございます。とりあえず、今回のテーマはズバリ、音楽の表現力についてでございます。音楽の表現力。音楽ができうる表現について、ベラベラと喋ってみようかなと思います。でも、音楽からまずこの話を移して、他の文化にフォーカスをしてみましょうか。まず、絵画、絵。まあ、この絵画とかは基本的に視覚に訴えかける文化ですよね。その素材だったりとか、あとどこに描くかとか、その大きさだったりとか、あとはいろいろ描写するテクニックとかもあったりとかすると思うんですけれども、僕は詳しくわからないんですが、まあ、水彩画があったりとか、油絵があったりとか、もっといけばその彫刻とかあったりとか、まあ、いろんなその表現方法があって、楽しむ人たちが視覚で楽しんで、でそこで何を感じてほしいか、何を思ってほしいかを表現していく文化ということでございます。視覚で楽しむ文化。で、他にも映画とか。映画。映像を視覚で楽しんで、あとはその音声を聴覚で楽しむという文化ですよね。その映像を撮る監督さんの個性だったりとか、そのキャストの個性だったりとか、顔立ちとか背丈格好、あと音楽を作るその作家さんの能力だったりとか、個性だったりとか、まあ、そのいろんな技術や個性がこうガガガガと寄せ集まって、一本の映画を作るという文化なわけでございます。で、それを、ね、その楽しむ人たちは、まあ、視覚で楽しんで、聴覚で楽しんで、まあ、映画館とか行けば結構その爆音を買ったりとかして、体中が震えるぐらいに大きな音を楽しんだりとかすると思うんですけれども、まあ、そんな感じで視覚と聴覚で楽しむ文化ということです。で、他にも小説とか。まあ、これは文字を読むので、視覚で楽しむっちゃ視覚で楽しみますけれども、ちょっと毛色違いますよね。イラストとか写真とかを一切使わずに、読者の想像力に全てを委ねる文化ということですよね。確かに文字を読んでいるから、視覚で楽しんでいるっちゃ視覚で楽しんでいるけれども、そうとはちょっと形容が違うと。ちょっとそうではないと。イラストとか写真とか使っちゃうと、読者の見方がね、あ、こういうものなのかと、そういうイメージを植え付けてしまうことになってしまうので、あえてそういうものを省いて、想像力に委ねるという文化なわけでございます。まあ、こんな感じで例を挙げれば、まあ、キリがないですけれども、世の中にはいろんな芸術やら、いろんな文化があって、まあ、その人のそれぞれの五感に訴えかける文化がたくさんあるということです。で、音楽の場合はもちろん聴覚に訴えかけるわけでございます。で、その聴覚を使って楽しむ要素、ファクターというのはもちろんたくさんあるんですけれども、今回の動画の中ではとりあえず4つに絞ってお話をさせていただこうかなと思います。4つの要素。要素その1、メロディー。で、その次はコード。和音ということですね。で、その次リズム。で、あと音色。間違えた。こんな感じの要素でしょうか。まあ、ここから歌が入れば歌詞が、歌詞というファクターが加わったりとか、アイドルとかだったらそのやっぱ見た目、その容姿とか、あと衣装とかダンスとか、まあ、そういったものが加わってくると思うんですけれども、まあ、根本的なところでいくと、この4つかなと僕は思いますので、この動画の中ではこの4つをちょっとフォーカスしていこうかなと思います。で、いつも通り、ここから実験です。皆さんの耳を使って実験をしていきます。実験です。エクスペリエンスです。ですね、僕が今からいろんな曲を弾きますので、それをどう感じるかをちょっと自分自身でその自問自答してほしいんですよ。自問自答じゃないか。それを感じてほしいんですよ。どういうふうな感情が湧き起こるかなというのを自分でしっかり感じていただきたいということです。もちろんこれは十人十色の感じ方があるので、正解はないんですけれども、何かこう感じることがあったならば、それをちょっと胸の内に取っておいてくださいということです。メロディー、どうしようかな。何からいこうかな。こういう曲があったとしますよね。まあ、こんな曲があったとします。で、この曲のメロディーはそのまま。で、音色はギターを使うので、音色もそのまま。で、リズムをもうちょっとゆっくりにして、コードを変えて弾いてみます。そうすると、どういう雰囲気になるか、ちょっと皆さんの耳を使って
実験といいますか、実験をしてみたいんですけれども、いいでしょうか。ちょっと聞いてみてください。いきます。こんな感じで弾くと、ちょっとなんかニュアンス変わってきますよね。今のはそのリズムをゆっくりにして、コードをちょっとこうマイナーチックにしてみたような感じでございます。同じような手法でもう1個ぐらいやってみましょうか。普通に弾けば。みたいな曲が出します。で、この曲のリズムとコードを変えてまた弾いてみますので、どういうふうに聞こえるか、ちょっと今から実験をしてみたいと思います。まず普通に弾くと。こんな感じで弾くと、なんか普通の状態だとなんかちょっと可愛い感じというか、楽しげな感じなのか、なんか一気に一回り二回りなんか大成長したといいますか、なんか悟りを開いたような感じのなんか壮大なスケールに聞こえると思うんですけども、どうでしょうか。まあ、こんな感じでリズムとコードというその2つの要素を変えるだけでも、こんなに様子が変わると、こんなに印象が変わると、まあ、これがまたその音楽の表現力の一つですけども、音楽の魅力の一つという感じですよね。他にもちょっといろいろやってみたいんですが、時間大丈夫か。7分、結構長くなってきましたね。ちゃちゃっといきましょう。富田ラボさんという編曲家さんか作曲家さんか、ちょっと忘れてしまったんですけども、富田ラボさんという方がいらっしゃって、その方がセミナーの中でこんな話をしたんですよ。お家に帰りたいというセリフがあったとします。で、そのお家に帰りたいというセリフは、まあ、学校が終わってとか、お仕事が終わって、普通に家に帰りたいなという感じの使い方な、お家に帰りたいなという軽いお家に帰りたいなのか、それとも、日本からアメリカに渡っていろいろ辛いことがあったりとか嫌なことがあったりとかして、各境の中の苦悩があったりとかして、お母ちゃん、俺は日本に帰りたいよ、お家に帰りたいよというところのお家に帰りたいなのか、同じ9文字のお家に帰りたいというセリフですけれども、それぞれのシチュエーションで全然ニュアンスが違うじゃないですか。それと同じような感じで、その音楽もいろんな、同じメロディーでもいろんな表現をすることができるという話をされていたんですけれども、その実験も今からやってみようかなと思います。お家に帰りたいという言葉を使って実験をしていきましょう。で、メロディーはミの音に固定します。ここです。お家に帰りたい。そして音色はギターを使うので、ギターの音色に固定をします。で、リズムとコードを使ってまたいろいろと表現をしていきたいんですけれども、やってみましょう。お家に帰りたい、その1、どう聞こえるでしょうか。リズムを速いリズムを使って、で、コードを明るいコードを使って、ちょっとやってみます。お家に帰りたい、その1。お家に帰りたい。ワン、ツー、スリー、フォー。お家に帰りたい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 。ただいまみたいな感じの。こんな印象のお家に帰りたい、どうでしょうか。まあ、結構ワクワクって感じですよね。なんかその嫌味がなくて、その嫌な感情とかネガティブな感情とかがなくて、この割とまっすぐストレートな感じのお家に帰りたい。僕のこの人生の経験の中で、このお家に帰りたいがマッチする場面を一つ挙げろと言われたならば、仮に言われたならば、僕は小学校3年生ぐらいの時に、八王子のヨドバシカメラにファミコンソフトを買った時のお家に帰りたいがまさにこんな感じかなと思います。八王子のヨドバシカメラに行って、邦夫君の時代劇で全員集合とか買って、もう
早く家に帰ってファミコンやりたいんだけども、全然もうね、電車早く来ない、全然来ないし、で、電車14分ぐらいかかるし、もう早くお家に帰りたいな、お家に帰りたいなっていうときのお家に帰りたい。この電車の中でこう箱を開けて説明書を見ながらこう足をバタバタさせてるのが、ああ、なるほど、なるほど、早くファミコンやりたいなっていうときのお家に帰りたいが、まさにこんな感じ。お家に帰りたい。ただいまファミコンファミコンみたいな感じのそういうお家に帰りたいがマッチするかなという感じでございます。もう一つくらいやってみましょう。もうちょっとゆっくりなリズムにして、でもうちょっとこうなんかこう優しさというか、なんていうかこの悲壮感漂うようなコード進行を使ってお家に帰りたいを表現してみようかなと思います。どう聞こえるでしょうか。お家に帰りたいその2。お家に帰りたい。1、2、3、4。お家に帰りたい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 。こんな感じのお家に帰りたい、どうでしょうか。まあ、これもまたこの僕の人生の中で。このお家に帰りたいがマッチする場面を一つ挙げろと言われたら、結構終電関係って感じですよね。その終電を逃したときのお家に帰りたいにすごい似ている感じがするんですけども、どうでしょうか。皆さんは終電を逃したことありますでしょうか。このお家に帰りたいがマッチする場面はありますでしょうか。終電、すごいどうでもいい話をします。すごくどうでもいい話をします。僕がこの住んでいる橋本という地域から新宿、に行くまで、京王線という路線を使って、まあ、1本でさーっと行けるんですけれども、まあ、終点から終点なので、割と橋本で座って、でその35分ぐらいぼげーっとしてれば新宿に着いて、で、新宿から帰るときも、まあ、混んでるから座れないですけれども、まあ、ぼげーっとしていれば、まあ、橋本に着くみたいな、まあ、そんな感じなんですよ。で、この合間にこの若葉台っていう、なんかこのデンジャーゾーンがあって、ここが結構トラップなんですよね。普段京王線使っていらっしゃる方は、ここまで来れば君が今何を言おうとしているか分かったよってなると思うんですけれども、まあ、こう、なんて説明すればいいんだろうな、その終電間際になってくると、そのまあ路線とか本数が少なくなるじゃないですか、0時半くらいかな、深夜0時半くらいがまあ最終だと思うんですけれども、まあ、そのぐらいに乗って、危ない危ない、終電間に合ったみたいな感じで、まあ、新宿乗りますよね、橋本に帰って。よし、このまま帰るぜ、帰るぜ、プリ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 って言って、で、この調布という駅を過ぎたあたりで、だいぶその人が少なくなってくるんですよ。で、まあね、ちょこちょこその座席も空き始めるから、ああ、ちょっとこうね、座ろうかなみたいな感じで、まあ、そのね、滝沢少年というか、まあ、滝沢青年は、こう、疲れているのもありますし、ちょっとこう夜遅くてもうすでにこう、ね、お酒を飲んで酔っ払っているというのもありますし、まあ、こうちょっと座っちゃおうかなみたいな感じで、まあ、座ってしまうわけですよ。で、こうまあその座りました。まあ、そこまでです。そこまではいいです。そこまではいいんですけれども、座って、その途中で寝てしまったと。この辺で滝沢少年寝てしまった。で、そこで何が起こるかというと、ここがとてつもなく悲惨なんです。まあ、寝ましたよね。で、そのままこう橋本着きました。で、ここで起こしてくれればいいんですけれども、その車掌さんとかその駅員さんを起こしてくれたわけですよ。で、寝たまま、この滝沢少年はどうなるかというと、若葉台というこの車庫に連れて行かれてしまい、連れて行かれてしまいという言い方も適切ではないですけれども、まあ、行くことになってしまい、この若葉台でその終電を逃すと。これがすごくこの悲惨なんですよね。その若葉台の周りはデニーズぐらいしかなくて、その漫画喫茶とかもそういうのも全然ないので、ここで終電を逃すと大変なことになると、タクシーで帰ったら6000、7000とかになってしまうんですけれども、まあ、ここがすごくこのデンジャースポットなわけでございます。深夜0時半くらいにこう乗って、ね、この途中でこう出てしまってこう、ね、橋本着いたのを全く気づかずに、ほきゃーっと小竹田青年は寝てて、そのね、若葉台着いたときに駅員さんがパパパパッと起こしてくれて、ね、お客さん終電ですよみたいな感じで、はっ、ここはどこやね、はっ、若葉台っていうときの感情を音で表していたら、になるということでございます。くだらない話でしたけれども、でも割と分かってくれる人、すごくいらっしゃるかと思います。この終電の儚さに似たお家に帰りたいが、まあ、そのお家に帰りたい、お家に帰りたい、その2ということでございました。まあ、そんな感じで、まあ、半分ふざけながら、まあ、結構本気なんですけれども、本気でやってるんですけれども、ちゃんと真面目にやってるんですけれども、まあ、そんな感じで、音楽の表現力についていろいろとこうの、ね、なんか感じるものがあったかと思います。音って面白いなと、リズムって面白いな、メロディーって面白いな、コードって面白いなとあったと思います。まあ、そのギターで弾く曲、同じ曲をギターで弾くか、ピアノで弾くかでも全然その印象は変わってきますし、まあ、それはもう皆さんご存知かと思うんですけれども、そんな感じで音っていうのは、ね、本当に面白いものだということですよ。
なので、まあ、この動画を見終わって、さあどうするとかというのは特にないんですけれども、まあ、そんな感じでこれからもたくさん音楽を楽しんでいきましょう。楽しいね、夫婦音楽っていいねということでございました。はい。他に何かあるかな。このミドの音を含めばいいんですよね、そのダイアトニックコードの中で。例えば。お家に帰りたい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 。なんかこんなね、ボサノバのリズム使っておしゃれなお家に帰りたいなんてのもありですし、あとこの音使うから。というのもありですし、こんなのありなのかな、まあ、そんな感じ、いろんなお家に帰るという表現ができるということでございます。まあ、楽しんでいただけましたでしょうか。ちょっとこうまとめがうまくまとまらなかったですけど、まあ、そんな感じで終わりにしたいと思います。また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。